こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー、出題編です。毎回1問問題を出しており、時間は問題量で異なっております。それでは始めさせていただきます。今回の話はルイさんの探偵とミステリーマニアの暇つぶし。問題は探偵の勘違いは何かです。あなたにこの謎が5分間で解けますか？それではどうぞ。探偵である渋月亮介の事務所に彼の友人でありミステリーマニアの中山雄二が訪ねてきた。新作の推理クイズだ。解いてみてくれよ。中山はそう言うと原稿用紙を渋月に渡した。ある大学校内で死体が発見された。被害者はこの大学の学生でアメフト部員、高橋洋平。男子トイレの一番奥の個室内で壁にもたれかかるように死んでいた。死因は両手で首を絞められたことによる窒息死。死亡したとみられるのは1時間ほど前。殺人現場はこの場所とみられ、現場には争った痕跡はなく、首を絞められた後以外、死体に外傷はなかった。容疑者は、斉藤拓也、前野香奈、松本京子、山本康介、宮原義則、久保孝俊の6人。以下は各容疑者の証言である。俺は見ての通り左手を怪我してるんだ。先週バイクで転んで落ちまったんだよ。こんな手でどうやって高橋の首を絞められるんだよ。だいたい俺は高橋が死んだって時間には学外のファーストフード店で飯食ってたんだぞ。一人でだから証明はできねえけど。私みたいなか弱い女の子じゃ高橋くんを素手で襲うなんてできないよ。てか高橋くんは男子トイレで殺されたんでしょ。女の子の私が入れるわけないじゃん。しかもその時間私やることあって友達と一緒にラブにいたし。高橋くんが殺されたって時間に、私はすぐ隣の女子トイレで友達とメイク直ししてましたけど、何か変な音とか声は聞こえなかったと思います。トイレを出たところで宮原先輩と少し話しましたけど、やっぱり音が聞こえたとかの話はなかったです。その時間僕は教授と研究室で談笑していましたよ。僕も教授も席を立たずにずっと話していましたからアリバイはあります。それに高橋先輩はアメフト部だから体格がいい。僕みたいな貧弱な男じゃ彼の鍛えられた太い首を締められないし、抵抗されたらなすすべがないですよ。高橋くんが殺されたって時間には、早めに終わらせなきゃいけなかった課題を個室で一人でやってました。証明できる人はいませんけれど、課題が終わった後、女子トイレの前で京子ちゃんに会って少し話しましたけど、何もおかしいところはなかったと思います。確かに、俺は傭兵と同じアメフト部員だから、体格的には可能だろうさ。けど、その時間には俺は食堂でおばちゃんと話してたんだ。おばちゃんに確認してもらっていいよ。さて、6人のこの証言、実は誰一人嘘はついていない。すべて真実である。だが、犯人はこの6人の中にいる。高橋洋平の死因、死亡推定時刻、死体の状況、殺害現場にも偽りはない。動機は考慮の必要なし。フーダニット。つまり犯人は誰か。それのみを答えよ。原稿用紙を読み終わった渋月は難しい顔をした。犯人も嘘はついてないんだよな。字の文にも嘘はないよな。もちろん、それは推理クイズの最低限のお約束だろ。なおも考え続ける渋月に、中山はニヤニヤしながら言った。もしお前がこの事件の現場に実際にいて、6人に直接話を聞けたらすぐにわかるんだろうけどな。それを聞いた渋月はあることに気づいた。待てよ。まさか。そう、渋月は自分がある勘違いをしていることに気づいたのだ。では、渋月の勘違い、それは一体何か
お答えください。というわけで、次回の回答編でお会いしましょう。お相手は三輪忍でした。